明日の洗濯情報です。まずは天気の分布予想から見ていきましょう。高気圧圏内となるため東北から東日本にかけては広く日差しが届きそうです。ただ北海道は朝から雲が多め、午後になると雨が降り出します。また西日本もやはり雲がゆっくりと増えていきそうですね。太平洋側は1日を通して雨が降りやすく、九州でも夜になると雨の降る可能性があります。ではお洗濯はできるんでしょうか。アイコンで確認しましょう。すると広い範囲で OK のアイコンが出ていますね。ただ北海道は天気が下り坂、札幌など早めに干した方が良さそうです。南西諸島は雨が降りやすくなるため明日は部屋干しの方が良さそうです。お洗濯の際の参考にしてみてください。日曜日は雨が降るため洗濯は土曜日がおすすめです。